えー、昭和46年6月2日水曜日の記事です。明日ゴング世界フェザー級。今年6試合目のプロボクシング世界タイトルマッチが3日夜東京、千田谷の東京体育館で行われる。昨年12月11日、メキシコのティファナへ乗り込み、強打を恐れられたビセンテ・サルジバルメキシコを13回 TKO で倒し、 世界ボクシング評議会 WBC 公認のフェザー級世界チャンピオンとなった柴田国明、米倉の初防衛戦。挑戦者は同級5位のラウル・クルス、メキシコである。共に KO 率の高いパンチャー同士の対戦。ダウンのスリルをはらんだ面白いものとなろう。柴田に精神的弱さ。どうかわすクルスの連打。 嫌な相手という予感がします。対戦が決まった日に、柴田はクルスとの試合を嫌がる様子だった。特に柴田がクルスの力を高く評価するには理由がある。昨年柴田がティファナで世界タイトルを取った夜、クルスも全座に出場していた。対戦相手は、フェザー級の世界ランキング上位にいたこともあるガルシア、メキシコ。クルスは強打を振るい、 4ラウンド KO で勝っている。米倉マネージャーによると、ものすごい連打だった。強いやつだと感心した。そうだ。その記憶が柴田に精神的圧力をかける結果となったのだ。クルスは柴田と同じ24歳。17歳の時からアマチュアでボクシングを始め、1968年にプロ入り、翌年には、 現在の世界バンタム級チャンピオンであるチューチョ・カスティオ・メキシコと2戦して1勝1敗この実績で世界の仲間入りした昨年は元世界バンタム級チャンピオンライオネル・ローズオーストラリアや7月29日には小林博志中村の世界ボクシング協会 WBA 公認ジュニアライト級チャンピオンの座を狙う挑戦者アルフレド・マルカの もらも KO しているほど、プロの通算戦績は25戦20勝4敗1引き分け、20勝のうち 16KO 勝ちの強打の持ち主である。初防衛戦におけるチャンピオンの精神的負担は予想以上に大きい。そこへ持ってきて強敵を迎えた柴田の不安は相当なものに違いない。31日の公開練習で見た練習ぶりによれば、 柴田に部がある。パンチのスピードとタイミングがいい。動きもキビキビしていて、防御もクルスよりうまい。しかし、本番では、この調子もある程度、マイナスして考えなければなるまい。ただでさえ、精神的動揺がある上に、柴田は特別神経質で、極和な面があるからだ。消極的になりすぎると、クルスの粘り強い連打で、 押しまくられるる危険がある特に、クルスのボディーブローは威力がありそうだ。スタミナに難がある柴田だけに、前半で腹を打たれ、スタミナを消耗してしまうようなことがあれば、後半にはマットへ沈むシーンもあろう。クルスの弱点は、打ち合いが得意と言いながら、パンチは比較的振りが大きく、このため、打ち懐に入られて、 イインンサイドからのショートパンチを打たれること。さらにフットワークが悪く逃げる相手にはあまり力を発揮できないこの点でも柴田は有利サルジバル戦で見せた軽快な柴田のフットワークが再現すればクルスも苦戦は免れないただ柴田はロープ際に下がったクルスの右ストレートのカウンターに十分警戒する必要がある安易の接近戦を避け クルスが出てくれば足を使って逃げ、クルスが追いつかれて動きをやめれば打ち気に出るなど、柴田に変化に富んだ攻撃が保てれば、33勝中 21KO の実績から十分 KO 勝ちによる防衛もあり得る。46年6月3日木曜日の記事です。久々に強打の対決。今日世界フェザー級戦。 当主燃やす両選手。チャンピオンのパンチ力か、挑戦者のスタミナか、世界ボクシング協議会 WBC 公認のフェザー級タイトルマッチは、3日午後8時15分から、東京・千駄田谷の東京体育館で行われる。チャンピオン、柴田国明米倉が、初防衛戦の緊張をどうやってほぐすか、挑戦者のラウル・クルス・メケシコが、 休みない連打で柴田を打ち崩しタイトルを獲得できるかどうか。強打者の対決は久しぶりにファンの興味を引きつけているようだ。両選手は2日午後2時から東京赤坂プリンスホテルで記者会見した。いずれも練習は十分。それぞれにいざ戦わんの決意のほどが表情に現れていた。 すべてリングでクルス、ノンキアとロサレスマネージャーがクルスを表した。会見場に出てきたクルスは、ドスキンの黒い上下にエナメルの靴、胸元にフリルのついたシャツを着て演じの傍体をしていた。試合を翌日に控え、練習でクタクタになったボクサーという印象とは、およそかけ離れた服装であった。 三日の戦いに備え、練習は十分積んだ。かつ自信はある。作戦今は言えない。すべてはリングの上で。次々と浴びせられる質問にも、クルスはよどみなく答えた。すでに二日前から、体重はリミットの57.1キロを0.7キロの下回っているという、一日三食。減量に心配のないクルスの肌は、ツヤも良くて、 やつれなどは全くない。休みないラッシュが切り札のクルスのスタミナは十分に蓄えられたというところか。タイトルマッチを前にしたボクサーは緊張感から逃げられないもの。だが、クルスにはその気配がなかった。ところが会見も終わりに近づき、勝負についての予想を聞かれたクルスは、慶応か判定か、ここでは言えない。 と答え大きく息を吸った広い両肩がゆっくり大きく上下するのが分かった暗闇に怯える子供のように目が鋭く光った勝負の確信に触れられ抑えに抑えた恐怖心が呼び覚まされたみたいだった KO で勝ちたい柴田クルスが立った後席に着いた柴田の方は別人のように痩せ細っている 減量の苦しみをまざまざと感じさせた。それでもリミットまで、あと二分の一ポンド落とさねばならない。リングに上がる前から、柴田には食欲との戦いが始まっているのだ。減量は苦しくないとは言えないが、じっくり練習で汗を絞ってきたので、努めて平成を保とうと努力しているようだ。 乾きと上に攻められるボクサーは普通でも苛立つものつい不機嫌になりがちの言葉を柴田は喉の奥へ飲み込み懸命に明るく振る舞おうとしていた会見場の後ろにはプルスのロサレスマネージャーが柴田の様子を伺いながら外人記者の一団と語り合っている弱みを見せてなるものか柴田の意外な陽気さはクルス陣営に対する そんな見えとも受け取れた。昨年12月、史上最強と言われた全チャンピオン、サルジバル・メキシコに、腰痛のハンディを背負いながら、相手の地元へ乗り込んでタイトルを奪った柴田。今度は腰の痛みが全然ないのが救い。しかし、何しろタイトル防衛戦は初めてのことだから興奮している、とあって落ち着かないのも無理はない。 できれば KO で勝ちたい。もちろん意識して KO を狙うものではなく、チャンスがあればの話だが、確信を持って KO 勝ちの意気込みを見せたあたりは立派。その上、メキシコの記者が減量について質問したときも、心配はありません、と煙巻いてしまった。 だったんですから、今日はお母さんも来ていますので、今、泉アナウンサーが断してくれたんですけれども、心臓が破裂しそうな気持ちで見ていたが、本当によかった、か、えー、つと信じていたが、った時はえー、6月4日、金曜日の記事です。 柴田、鮮やか初回 KO、左右から自慢の強打、3分4秒、クルス立てず、初防衛戦。世界ボクシング評議会、WBC 公認の、フェザー級タイトルマッチは、チャンピオンの柴田国明、米倉が、1回、3分4秒で KO で勝ち、タイトルの初防衛に成功した。柴田は、 3日午後8時18分から東京千駄ヶ谷の東京体育館で同級世界5位ラウルクルスメキシコとタイトルをかけてグローブをぶつけ,ぶつけ合ったが第1ラウンド終了直前に右ストレートから左右のフックを連打し最後に右アッパーを決めてあっけなく KO 勝ちしたなお 世界ボクシング協会 WBA は同級世界チャンピオンに西上昇蔵京平を公認している強いと言われていた挑戦者があっけなく倒れた20章のうち 16KO の強打を持つクルスところがその武器を発揮する間もないうちに KO された柴田はわざと嬉しさを隠すかのように唇をへの字にして 怒ったような顔つきだった。チャンピオンにとっては、第一の難関の初防衛を果たし、嬉しくないわけがない。むしろ、笑顔を見せなかったのは、挑戦者の意外な脆さに対する驚きであったかもしれない。メキシコのエチェバリエ大統領が言った、アリーバ・アデランテ、立ち上がって進め、が一番好きな言葉というクルス。 だが、この夜のクルスは、まるでその文句を瞬間的に忘れてしまったような試合ぶりだった。クルスはガードを固め、柴田が前へ出ると、一歩一歩後退していった。たまにワンツーを打っては見るものの、キビキビした柴田のダッキングに軽くかわされる。試合前夜、寝れない、こんなことは初めてだ、といった夜猫のマネージャーが予想したのは、 柴田のパンチを警戒し、クルスはおそらく、初めから出ては来ないだろう、ということ。この言葉がぴったり図に当たったクルスの動き。そこで柴田は深追い寄せず、相手が出てくるのをじっくり待った。一ラウンド目がそろそろ終わろうとするとき、柴田の黒味の右の強打がこめかめに決まった。クルスの状態が右へ傾き、 コーナーへ追い込まれてしまったチャンスがあれば KO を狙うと言っていた柴田この好機を逃すはずがない一気に勝負に出た続けざんまに繰り出す柴田のパンチ強烈な右左のフックが何度もクルスの顔面に決まるそれでも倒れなかったのはさすがタフを誇るクルスらしいところだったとは言ってもコーナーに釘付けでは打たれるだけ 火を消したように前へ出ようとしたクルスの顎先に柴田の右アッパーがカウンターとなって鋭く突き刺さったフックストレートには強い人間も強烈なアッパーには脆いクルスはこの一発で耐えに耐えた精神力の糸が切れたようにマットに前のめりに倒れたそれにしても柴田の出来は素晴らしかった気が弱いと言われる欠点を持ちながら リングに現れた時から、その態度は堂々としてチャンピオンの自信に満ちていた。この自信があればこそ、強敵の前評判にも、臆せず攻めていけたのだろう。タイトルとは不思議なものだ。これを取った途端、見違えるような強さをある人は身につける。これが柴田だった。1分3300円なり、この日の入場料は、 特別リングサイドは1万円。KO が1回3分4秒だから、1分間およそ3300円となる。ファンは高い KO シーンを見たわけだ。だが、今年1月3日の沼田義明、レネー・バリエントスから、6回目の世界タイトルマッチで、やっと見られた KO シーン。それだけに、素晴らしかった。やはりボクシングは KO しなくては、 とリンングサイドののファンの1人だが、中には1回だもんね。クルスがもっと頑張ってくれなくては高い1万円だ。という声もあった。これ、昭和46年始まって、まあ、6月ですけど、もう6回の世界タイトルマッチ、日本でやってるんですね。本当に人気があったんだなっていう感じがしますね。で、このクルス、 なんか前評判すごい高かったみたいですね。なんか映像を見るとあっという間に終わっちゃったんで、そんなに強くないのかなっていう感じがしたんですけど、なかなか強い相手だったみたいで、それをあっという間に倒した柴田さんっていうのは、やっぱものすごく強いんだなっていうのを改めて感じました。はい。柴田こそ真の王者、讃える敗者クロス。控え室を出てわずか十数分。 破れたクルスは、朝黒い顔を、蒼白にして戻ってきた。待ち構える報道陣を横目に、むっつり押し黙ったまま、帰り自宅を始める。後を追って姿を見せた、ロサレスマネージャーも厳しい表情。無言のまま、痛ましそうにクルスの様子を見守る。あっけない勝負に終わった試合について、一問一答が始まる。試合について、ロサレス、 柴田の右は予測していたが、あれほど強烈とは思わなかった。柴田は、ロサレス。柴田はサルジバルに勝った時と同じようにいい試合をした。本当の世界チャンピオンだ。もう一度柴田が戦うと言ったら再戦するか。クルス、もちろんやる。柴田は素晴らしい選手だ。乾杯に終わったこの夜、メキシコからはるばるやってきた挑戦者の指定は、 ただひたすら、相手チャンピオンの出来栄えを褒め上げるほか、褒め上げるばかりだった。柴田国明選手の略歴。昭和22年3月29日生まれ。茨城県日立市出身。テレビ放送でボクシングに興味を持ち、17歳で米倉ジムに入門。40年3月にデビュー。一昨年、ホーキンス、アメリカに、 負けるまで21連勝を記録した。昨年4月に日本ヘザー級チャンピオンとなり、昨年12月11日、メキシコのティファナで当時の WBC 世界チャンピオン、サルジバル、メキシコを13回 DKO で倒し、世界タイトルを獲得した。左右フックが強く、21KO を勝ちしている。今度が初防衛戦だった。 プロの通算戦績は38戦34勝2敗2引き分けハイライト倒れてくれ念じた柴田柴田に3つの顔があったジーパンに薄茶色のタートルネックラフなスタイルの柴田がトレーナーのビラフロール氏に両手にバンテージを巻いてもらっていた試合前のことである 味気ないコンクリート作りの控え室、チャンピオン、いや、誰もが経験する激闘前の何とも言えない一時とと、頼れるのは自分だけ、こう自分に言い聞かせていたことだろう。が、柴田はまるで赤ちゃんが母親におしむを取り替えてもらっている時のように、すべてを米倉会長とトレーナーに任せ切っているようだった。緊張を通り越して、 放心状態に近いあどけない顔だった30分後にリングへ上がる純白に紫色を縁取ったガウン柴田の顔はなんとなく引きつっているクルスに握手を求めようとする仕草。しかしクルスは柴田に気づかないチャンピオンは何とも言えない顔でコーナーに戻るそして笑うだが硬い冷静さを こんな動作で示そうとするが、どれもこれもぎこちない。本当に気の弱い人間だったら、もう嫌だとロープを飛び越えて逃げ出していたかもしれない。そんな空気がリング上にあった。倒すか倒せるかのボクシング。鉄のパンチを持っている選手でも、こうした時は不安におののくという。キムガエを聞いたら涙が出てきた。この瞬間から見えるものは、 敵、クルスしかなかった。獲物を狙う鷹のように、柴田はクルスに全神経を集中させた。眉にシワを寄せ、必死に追いまくる柴田。頭にあるのは、相手の左ボディブローを警戒、と、ただそれだけだった。右のクロスパンチがクルスの顔面に炸裂。バシッ、鈍い炸裂音。横向きになったクルスが、コーナーに吹っ飛ぶ。 レンダだ。柴田は左右のパンチを思い切り振る。右アッパー、どっと前のめりに倒れるクルス。だが、このパンチの雨を浴びせているとき、早く倒れないかな、とその間がひどく長く感じたそうだ。長々とキャンバスに登るクルス。もう絶対に立ち上がってこない、とニュートラルコーナーで見下ろす柴田。 彼はそれでもシャドーバクシングをしているようにフットワークを使いいつでも来いという臨戦態勢をとっていたその顔はまことに厳しく何かを念じているようだった多分クルスよ立つなと願っていたのだろう勝った瞬間を信じられないといったような顔つきだった緊張に次ぐ緊張こんな中で柴田一蘭の KO という 痛快な勝利を飾った。いやー素晴らしいですね。もう本当に素晴らしいとしか言いようがない試合でした。最後の右アッパー。いやーアッパーって日本の選手あんまり上手くないんですけど、ものすごく上手く決めて、本当にもう死神させたっていう感じでしたね。いやー本当にスカッとする気をでした。ありがとうございます。